はい、テイルズ・オブ・レジェンディア実況プレイのパート80やっていきましょう。前回で、キャラクタークエストの、ウィル編が終了いたしましてね、ここからまた次の物語に行くわけなんですけれども、ウィルとハリエットの話、ね、見ててこう、ほっこりするような内容になっておりましたね。はい、まあなんとかね、親子の仲を取り持つことができて、こちらとしても嬉しい気持ちでいっぱいですけれども。まあまだまだね、この遺跡戦に、脅威は続いているといったところでね。さあ次また、違うメンバーを主役にしまして、物語が進んでいくわけですけれどもね。今度はどんな物語になるのか、見ていきましょう。必要なものは揃いましたね。シア。背の字の城じゃない。無理に俺の家を出ずともよかったのだぞ。ハリエットとの生活を邪魔するわけにもいかないだろ。気にしすぎだ。そろそろ昼飯じゃな。娘っ子どもが来るのを待つとしようかな。ガスネルも引っ越しか。おお。パパたちの片付け終わったかな。そろそろ一段落した頃だと思うよ。きっとお腹を空かせてるわね。早くお昼を持って行ってあげなくちゃ。うん、そうだな。なんだかさっきから会話が続かないわね。二人ともそれだけ真剣に料理に打ち込んでるのね。そうだよ。当然じゃないか。とってもいい香りね。あ、グリューネお姉ちゃん。静かだと思ったらソファーで寝てたのか。ノーマさん、起きてください。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ずっとお兄ちゃんのまま。痛いで、頭グリグリしないで、グリグリしないで。いない。起きてください。いろいろあって最近寝不足なの。ご飯できた？ノーマも少しは手伝ったらどうだ？私はあんたらみたく料理を作ってあげたい相手がいないの。それは切ないわね。荷物運びを手伝えばよかっただろう。その方がよかった？さーて、料理を持って行ってあげますか。はい、お兄ちゃん。うん、うまい。
よかった。まあ、このサンドイッチ、とっても美味しいわね。うん、そうだな。クー、味わかってる？ジェイボー、よう噛んで食うんじゃぞ。モーゼスさんにそんなこと言われると、妙に腹が立ちますね。はい、パパ。こっちはこっちで。ん？どう？おいしい？うまくはなかったらしいですよ。味に始まり、食感から舌触りまで、この世のものとは思えないまずさだ。はっきり言った。せっかく頑張って作ったのに。いいわよ、もうそれ返して。俺には全部食う責任がある。途中で投げ出すわけにはいかん。何よそれ。みんなの分もあるから安心してね。どうして顔を背けるの。キート君の分も作ったのよ。ほら食べて食べて。動物の反応は正直ですね。飼い主のモーゼス君が責任取って食べなさい。わい、いつもこんなんばっかりや。こんなことのために生まれてきたんと違うんじゃがの。おいしいでしょ。え？あら、モーゼスちゃん楽しそうね。走り回るほどに美味しいのかしら。グリューネさん、なんともありませんか？いくらでもお腹に入っちゃうわね。本当に？わかる人にはわかるのよ。死ぬかと思ったわ。よかった。お邪魔します。外出しても平気なのか？今日はとても体調がいいんです。あ、そうそう、町の入り口の方が騒がしかったですけど、皆さん何かご存知ですか？人だかりができていましたよ。それにもうですか？誰かの叫ぶ声も。様子を見に行きますか？放っておくわけにもいくまい。よし。構いませんから、私の質問に答えてください。なんだ？
というわけで、まあ、誰編なのかもよく分かってないけれども、ウィル編が終了したので、ちょっとこの2人でですね、少しサブイベントの進捗をチェックしておこう。このエリアの、このエリアとこの町の配置が頭に入らない。最近特に。やべえな、記憶力が低下している。昔はなんてことなかったのにな、そういう、何？記憶？多分いろいろ物に頼るようになったからだかもしんねえな。お。私が初めて料理した時の人って覚えてる？苦い思い出だった。なんだ。あ、美味しくなかったんだ。黒焦げのハンバーグ。なんでもいいんだな。あとはカポエラッコ。カポエラッコのが、オッケー。重機を背負ったモフモフ族。ん？なんか見覚えのあるような気もしないでもない。ヘルシーバーガーの材料、これみんな使うの？これみんな使うの？ヘルシーバーガー。ベーグル買ってくんのめんどくせんだな。普通に置いてくんねえかな、店に。いや、いいね。コッペパンさ、学校給食で出てきて食べてた時は、なんだこのカスカスのパン美味しくねえなーっつって正直嫌だったんだけど、大人になってコッペパン食うとうまっってなってさ、まあそもそもね、学校で出るパンとコンビニのコッペパンとじゃまた話変わってくるだろうけど、わかるかな。
あ、多分ね、なんかできた。焼きそばパン。焼きそばパンができたんで、これでホットドッグ系クリアだね。バターロールは作らなくていい。アンパンも作らなくていい。クリームパン作らなくていい。チョココロネ作らなくていい。メロンパン。メロンパンは作んないといけないな。これすごいな。HP60、TP25 って。ベーグル買ってこなくっちゃ。どこで買ったっけ？ベーグル。黙々族のとこだっけか。イベント外しちゃった。何かあったのか。ここは話の通じない人ばかりなんですね。フェニモール。よかった。姉さんの名前、まだ覚えてるんですね。姉さん。それじゃ、あなたが妹さん？難しい話になりそうだな。そうか。フェモちゃんって、確か双子だったっけ？フェニモールの妹、ティウラです。はじめまして、メルネス様。こんな町に住んでいるから姉さんのことなんてすっかり忘れているのかと思いました。フェニモールのことを忘れたりなんかできないよ。ならご自分の立場も忘れてなぜこのような場所にいるんですか。陸の民と一緒に何をしているんですか。あなたが果たすべきはもっと他にあるはずです。おう、ちょっと待てや。シャーリーは外交官として水の民の代表としてこの町にいるのだ。君も水の民なら知っているだろう。この目で確かめるまで一緒に暮らしているなんて信じられませんでしたけどね。私は姉さんを殺しておいてよくこんな場所にいられますね。陸の民なんかとよく一緒にいられますね。あなたおかしいんじゃないですか。ちょっと待て。お前とんでもない誤解をしてるぞ。メルネスをかばって姉さんは死んだのでしょ。メルネスが殺したのと同じです。お前な。お兄ちゃん、私は大丈夫だから。あなたは私たちの希望だった。なのにあなたは私たちを裏切った。今も裏切り続けてるじゃないですか。水の民の里にも戻らないでこんな町なんかで暮らして陸の民なんかと一緒にいて一人だけ逃げ出したんですよ。おい、いいから。あなたがやるべきなのはこの人たちに報復することでしょ。この人たちを滅ぼすことでしょ。たくさんの仲間が陸の民に殺されました。姉さんも陸の民に殺されました。あなたの目の前で殺されたのでしょう。なのになぜ力を使わないんですか。それは姉さんの命なんてあなたにとってはどうでもいいものだからですか。そんなことないけど陸の民の方が大切なんですよね。ここにいる憎むべき陸の民の方が。それは比べられるものじゃないよ。そうやって逃げるんですね。姉さんが生きてるって知った時私本当に嬉しかった。
陸の民に襲われて姉さんと別れてしまってから嬉しいことなんて一つもなかったから、また一緒に暮らせると思うと嬉しくて仕方がなかった。なのに、なのに、なのにあなたのせいで姉さんにはもう会えない。あなたが姉さんを私から奪った、あなたが姉さんを殺したんです。そうだね、シャーリー。私がしっかりしていればフェニモールは遺跡船に残らなかったもの。私をかばって命を落とすこともなかったと思う。私がしっかりしていれば、バカにしてるんですか？それだけ分かってるならやることは一つじゃないですか。あなたがしなければならないのは私に言い訳することなんかじゃない。陸の民と仲良く手をつなぐことでもない。この人たちを滅ぼすことでしょ。それは違うよ。何も違いませんよ。ううん、違うの。それだけは絶対に違うの。話しても無駄みたいですね。あなたの考えはよくわかりました。もう話すことはないです。顔を見てるのも気分が悪い。帰ります。陸の民の町にいたら私までおかしくなりそう。かあ、性格悪。可愛げのない娘っ子じゃの。可愛いなんて思われたら虫ずが走ります。モーゼスさん、バカなこと言わないでくださいよ。リュッちゃんってば、文句を言うためにわざわざ来たわけ？恐るべき執念だな。執念か。私もそれくらい根性を見せないとダメなのかもしれないな。あ、いやいや、こっちの話。シャーリーちゃん、元気出してね。大丈夫です。いつかこんな日が来るだろうって覚悟してましたから。シャーリー、本当なら私の方から会いに行かなくちゃいけなかったんだと思う。マウリッツさんに里を任せきりにしてみんなの気持ちまで考えてなかった。私のしていることが水の民の総意でないことは分かっていたはずなのに。テューラさんは強いね。一人でこんなところまで来るんだもの。一人で背負わなくていいんだ。これは俺たちの問題なんだから。陸の民と水の民の間の溝は俺たちが少しずつ少しずつ埋めていけばいい。感情面を簡単に解決できないのは仕方のないことだ。これは大昔から続く根の深い問題なのだからな。ほいでも、わいらはみんな家族になれるはずじゃ。家族。家族を語らせると、モーゼスはいいことを言うからな。確かに。他にいいとこないけどね。なんじゃと？皆さん。いいじゃない、男気があって。本当にありがとうございます。まあな、フェニモールもな、最初は、なんだろうね、陸の民に対してああいう感じだったしな。やっぱり妹さんもいつか分かってくれそうな気はするけどね。お兄ちゃん、どうして？なんとなく、ここにいる気がした。ちょっと豪華な墓だな。私、もっと強くならなくちゃ。お姉ちゃんに怒られちゃう。もう大丈夫。帰ろ、お兄ちゃん。あ。ん？ノーマさんだったよね。あいつも墓参り？あ、なんか師匠死んだってたっけ？師匠。
見ててね。私が絶対に見つけてみせるから。頑張る元気、ちょっとだけちょうだいね。よし、頑張るぞ。何をだ？ありゃ、せねせねにりっちゃん、こんなところでデート？別に、そんなんじゃない。二人も邪魔しちゃ悪いから、私帰るわ。じゃあね。ノーマのやつ、何慌ててるんだ？私たちに、ここにいるところを見られたくなかったのかも。知り合いの墓か。名前は、スベン。いや、なんか、いきなりですけど、区切りができたんで、ここら辺にしときましょうか。まあ、多分次回から本格的に、まあ、多分、あの流れでいくと、この次の主役はノーマといったところでしょうかね。さあ、まあ、なんか、今回はノーマもちょっと、真面目な感じでね、行くっぽいんで、まあ、彼女が真面目な部分っていうのもなかなかちょっと想像できないんですけども、まあ、ちょっと、成り行きをね、今持っていきたいと思います。はい。では、Tales of Legendia 実況プレイのパート80、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまだ見に行けるな。